研究家の石井です。今月は爽やかな初夏のお料理をしていきます。豚のカレーしゃぶしゃぶを作っていきます。初夏にとっても食欲そそる一品です。材料はこちらです。豚肉ですが、少しでもいいので冷蔵庫の冷えを取っておいてください。今日は肩ロースの薄切りを使います。こちらにお湯を沸かしてあります。このお湯の中に臭み消しにもなるし、後でしっとり感も出るので日本酒を少し入れましょう。純米酒がお料理にはおすすめです。そしてこのお湯の方にも少しだけカレー粉を入れておきます。だいたい小さじ1/2ぐらいのカレー粉をお湯に落とし入れておきましょう。ではこの中に豚肉を入れていきます。日本酒を少し入れて温度が下がったぐらいがちょうどいいですね。ここへ冷蔵庫の冷えを取った豚を散らし入れていきます。もう豚肉が入ったらごく弱火にしておきましょう。ふつふつ弱火で茹でることで柔らかい豚肉になります。心配な人はこのままつけておけば必ず火は通りますので、グラグラっと強火にしてしまうと豚肉が固くなってしまいますので気をつけてください。では薄切りなのであっという間に火が通っていきますね。火が通ってきましたらこれをザルに取ります。この時も決して氷水に取ったりせずにしてください。よく冷しゃぶっていうと冷やしてしまう方多いんですが、豚肉はザルで取って熱を取るぐらいがちょうど美味しいです。少しカレー粉の風味もまとった豚肉のしゃぶしゃぶがこれでできました。では付け合わせお野菜、今日は彩りよく黄色いパプリカ、トマト、ベビーリーフなんかを用意しました。一つパプリカだけ切り方をご紹介しましょう。こういうゴロゴロしたピーマンやパプリカ、思い切って上下を落としてしまいます。こちらの方は裏から押せばヘタがうまく抜けますし、こちらは筒になってますので半分に切って包丁が寝かして、この種と白いところですね、取ってもらうと綺麗に切ることができます。形も揃います。縦細切りはすごくシャキシャキします。今日は豚の柔らかいしゃぶしゃぶと一緒に食べるので、横に、縦ではなくて横向き、 R がある形で切っていきましょう。こんな感じに真ん中のところは薄切りにしてもらえばいいですし、もちろん上下のところも使います。切れ味の悪い包丁の時は裏向きから切ると切りやすいですよ。薄切りのパプリカを用意してます。タレを作ります。いつものポン酢、このままでしゃぶしゃぶはいただくわっていう人多いと思うんですが、このポン酢にカレー粉を少し混ぜてタレとします。2人分のポン酢大体入れたら、この中にカレー粉、これもまあお好みですが小さじ1/2ぐらい今日は入れましょう。しっかりカレー粉の粉が溶けるまで混ぜて2人分にかけます。では盛り付けていきます。生野菜の今日はベビーリーフですね。彩りよく盛ります。あと先ほど切ったパプリカ、白いパプリカにします。それからスープカレーの中にも入ってますが、トマト美味しいですから、少し細めのくし切りにして今日は用意しています。では先ほどの豚肉がちょうど粗熱取れた感じですね。この豚肉を添えていきましょう。ではこれで豚のカレーしゃぶしゃぶの完成